警察によりますと、大阪府内に住む70代の男性は今年2月下旬、堀江貴文さんを語る偽のネット広告に興味を持ち、連絡を取ったところ、アシスタントを名乗る人物から議員への投資を持ちかけられました男性は、期待されるリターンは毎月の利益が85%などと嘘の説明をされ、2月から先月にかけて、合わせておよそ2億2500万円を騙し取られたということです。 やり取りの際ボイスメッセージが送られてきたため男性は相手が堀江さんだと信じたということですがボイスメッセージは AI 人工知能で作られたと見られています警察庁によりますと SNS を使った投資詐欺の被害は去年277億9000万円に上っていて堀江さんらは先月自民党の会合で法規制を含めた対策などを求めています